はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スターオーシャンセカンドストーリーのリメイクが発売になるので、その体験版ですね、やっていこうと思います。で、スターオーシャン自体はセカンドストーリーなんで2なんですけれども、3週くらいはやった記憶があるけど、細かいところはもうさすがに覚えてないですね。で、クロード・シー・ケニーと、レナ・ランフォード、ダブル主人公制っていうのかな、どっちか選んで進めていくと。で、選んだ主人公によって仲間になるキャラもちょっと違うので、なんですけれども、普通にクロードでやっていきましょう。地球連邦英雄ロニキス・ J ・ケニーの一人息子ということで、ボンボンですねボンボンっていう表現でいいのか分かんないけど、これ何これ、難易度ギャラクシー、左下にあるね。本格的にやりごたえがあるユニバース、極めて凶悪ってか、なんで普通は快適な冒険がアース、じゃあやりごたえがあるにしとく。そのやりごたえのさ、意味がさ、なんか普通なのかさ、よくわかんないよね普通にそれなりにやりごたえがありますよっていう感じなのか。サンプルボイスなんて、負けられないんだ。だね、敵だ。立ち絵表示、BGM はせっかくだからアレンジできますか。 OK広大な外宇宙は幾億もの人間のさまざまな夢を受け止め、ちょっとイベントというかムービー的なところはスキップして、どうだ、効果前に調査した結果と、それは本編のお楽しみというところで、何か違う結果が出たか。いえ、相変わらずいかなる波長にも反応を示しません。フィールド自体はマグネティックエナジーフィールドに似ていますが、詳細は不明です。ということはセンサーから発した波を吸収しているのか。そうだな、フィールドから放出している電磁波をスペクトル分析にかけて。クロード、お前もすでに少尉だ。もし戦闘になったらこれでみんなを守ってやる。フェイズガン、どうした、緊張しているのか。いえ、そういうわけではクロード、これ式のことで怯えているのか。少尉ともあろうものがそんなことでどうする。いえ、そのフェイズガンは戦闘の時必殺技ボタンで使うことができる。もし戦闘になった時はためらわず使うのだぞ。提督、ダメです。データベースの中のどれとも類似しません。そうか、よし、もう少し接近することにするぞ。当たり前だけど絵はだいぶ綺麗になってんね。誰が何のためにこんなものを、一体何があるというのだ。とりあえずこのドーム入り口を調べてみましょう。そうだな、全員で周辺の調査を行うことにするか。身の安全が最重要事項だ。気をつけて作業に取り掛かれ。で、動かせますね。ミニマップ。こんな感じですと。惑星ミロキニア。惑星ミロキニアが結局何だったのかっていうのは、わかるんだっけ？扉を開く方法、周辺を調べてみましょう。あれどうすんの
全くわからん。あ、びっくりマークがこっちにある。あ、これ調べる。父さん、提督。どうした、クロード。なんだ、こんなところに。多分制御装置の一種だと思われます。このドームの入り口を開くパネルになっている可能性があるかもしれません。うん、さすがだな、クロード。どうだ、このパネルの解析は可能か。少し時間をいただければなんとか。なんか解析装置とかそういうのを使わないんだね。すごいな、それで解析するなんて。だいたい文字とかさ、読めんの？そのパネルに出てきた。統一されてるとは思えないんだけど。あとね、電気が通ってんのも謎だよね。ま、電力なのかすらも怪しいけど、どっから電気供給してんのっていう。開きました。内部の様子は？入り口にセンサーらしきものはなさそうですね。あとは内部に入るしかないようです。よし、内部の探索を開始する。何が起こるかわからないから各自注意を怠るな。行こう。ここはまだ全然敵とか出てこないからね、異常はありません。だいぶなんか崩落して荒れ果ててるね。内部からものすごい力で爆発した感じ。そう、この小惑星一体何なんだ。目の前の装置について解析中。他のところを頼む。近寄らないでください。装置の正体が分かっていない。いい気になって近寄るな、クロード。あの装置の正体を確認してからだ。大丈夫です、心配はいりませんよ。まだあの装置が何なのかすら分かってません。むやみに近寄らないでください。クロード、戻ってこい。その装置にむやみに近づくな。クロード、命令違反だ。そんなに怖がっていたら何もできないじゃないか。やっぱり危険なものは何もなさそうですけど。2143689771ゲート開く。なんだ、くそ。あ、装置ごとなくなるのか。クロード提督、危険です。私のせいだ。僕は、そうだ、ミロキニアの探査を、そして光に包まれて。となんかクロード自体はめっちゃドットだね、ドット絵になってる。草木とかはすげえ綺麗な感じだけど。どこだ、ここは。父さん、みんな。そうだ、通信機。アンテナ長。
まあ、あれか携帯とは違ってダメだ反応がない。もっと広域に通信できるようにレーダーを長めに撮ってんのかな。どこかに飛ばされたのか。クソ、ここでじっとしていても仕方がない。とにかくここがどこか確認しなきゃ。この雰囲気からして未開惑星なのかもしれないな。一体ここはどこなんだ。人だ。あ、危ない、後ろ。え、この巨体のゴリラがこっそり近づいてきたのか。助けなきゃ。戦闘、まずいな。通常攻撃が丸 LR 必殺技だって。別に武器は持ってないんだよね。パンチゼロ。危ない危ない。フェイズガンがあるから。え、一発じゃ倒せないの。3発かかったな。レベルが上がった。え、 SP とかゼロだったの。なんとか間に合ったな。実質レベル2からスタートだな。とっさにフェーズガンを。しまった、軽率だったか。未開惑星保護条約に引っかかるかもしれない。これなんか色が赤くなってるけど、なんかあんのかな。右下オートとか倍速ログスキップ、なんかその単語について調べられないのかな。でも合わしなかったらこの人は救えなかった。仕方ないよな。そう、一応なんていうの、地球は結構科学が発展してて、でこの星は科学が発展してない可能性があるから、そういうところになんか科学を持ち込んじゃいけないよみたいな、なんかそういう条約があるんですよ。あの、私大丈夫だったかい。危ないところだったね。ところでちょっと聞きたいんだけど。ちょっと待って、行っちゃった。で、なんで言葉が通じるのかはよくわからない。ご都合主義です。まあ、あの高度な翻訳機を持ってるんですよ、クロードは。あ、メニューとか開けない。なんか言ってきた。何で今会話が出た。勝手に会話が出た。なんかボタン結構ポチポチ押してたんですよね。宝箱。え、これなんか色がいっぱいあるの。一番右下のやつがなんか一番豪華そうだけど。あ、書いてあるじゃん、種類。紫貴重品。黄色ファクター付きの武器アクセサリー。銀通常の武具アクセサリー。赤その他アイテム。フォル。トゲ付きエネミーシンボルが出現。なんでエネミーシンボルが出現って。宝箱の形で知らせてくれるんだ。インパスはいらないな。インパス不要。よかった、待っていてくれたんだね。すみません、逃げたりして。いや、そのあの、私突然のことだったからちょっとびっくりしちゃって怖かったかな。はい、少し。でも本当にすみませんでした、助けていただいたのに。いいんだよ別に。それにこうして待っててくれたじゃない。
申し遅れました。私はレナ、レナ・ランフォードと言います。あ、僕はクロード、クロード・シー・ケニーです。よろしくよろしくお願いします。ところでクロードさん、さっき何か言いかけてましたけど。あ、そうそう、大したことじゃないんだけどさ、ここってどこなのかな。旅の方なんですか。え、うん、まあそんな感じかな。どこからいらっしゃったんです。地球からなんだ。地球どこですか、そこ。わからないよな、普通。そうだね、うん、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い場所だよ。ここからは多分ものすごく。遠いところですか。私はこの大陸から離れたことがないんですよ。すごいですね。エル大陸のさらに向こうなんですか。まあね、そうなるかな。大変な旅ですね。この橋の向こうがアーリアです。へえ、あそこが君の住んでいる村か。でもいいのかい、いきなりお邪魔しちゃって。別に村に行くこと自体いいだろう。助けていただいたお礼もしたいですし。そんな、別にいいよ。大したことはしてないんだから。とにかく気にしないでくださいね。大したおもてなしはできませんけど。アーリア村、回転はできないね、そのマップを。走ってるけどこれさらには走れないか。さっきコマンド出てたけどちょっと分かんなかったな。おっと、2倍ってあったけど、2倍にするとどうなの。喋る速度を、ようこそアーリアへとかどうなんだろう。かける2、押しっぱなしにするってこと。こんな綺麗な空気を吸うのは久しぶりだな。空気に綺麗も汚いもあるんですか。うん、僕のいたところは汚かった。そうなんですか、大変なんですね。まあね、でも本当に気持ちいい。なくなりませんから心置きなく吸ってください。クロードさん、私一旦家に帰ってきます。すみませんけど、少しの間散歩でもしていてもらえますか。うん、わかった。ん、今の走ってるのが倍速になってたのかどうか確認したかったな。お、走ってる走ってる。あ、倍速になってるわ。この速さでタタ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 って。なんかとんでもないことになっちゃったな。戻る手段を探さなきゃ。いいね、こういう倍速機能あるのいいよね。とりあえずこの村の人に
いろいろ聞いてみようかな。じゃあ歩くのも倍速にならないイベントだけか。アーリア村、そんなことも知らんのか。知らんよそんな。このおばちゃん何してんの。慌ててなんか入っていった。家の中入るかね。勝手に入るなよって感じだけどね。マジで村長の家じゃねえかよ。しかもなんかびっくりマークが結構あるけど、え、入っていいのってか外に出ただけか。あ、こっちが裏口だから。どっちが表だ。俺裏口から入ったのかじゃあこっちが裏口だよね、どう考えても。なるほど、裏口じゃなくてその地図的には外出たところにイベントがあるよってことだから。宝箱があるじゃん。パクっていいのかな。機械紋章術、よし。リザレクトボトル、あれこれ何色だっけ、もう忘れちゃった。自動装備、アクセサリーは対象外。レザーアーマー、てか何も装備してなかったのこいつ服だけだな。250円、盗賊だろ完全に。宇宙船食べられるの、僕よくわかんない。ハーンの店、宇宙船。いやさ、こんな見た目のところで宇宙船売ってますかなんて聞く方も聞く方だよな。まあ、買い物はできません。これセーブポイントか。記録のみ行えるセーブポイント、1ポイントマジックパワーが回復できるセーブポイント、ワールドマップライズも可能です。ん、なんかラブラブのやつらがいるな。許さん、地震は苦手、最近地震が多い。地震は大丈夫かい。僕は大丈夫。雷が苦手。これなんか両方別に気にならないですね。震度、まあ、4まではもう全然気にならないですね。パクってこう。ブラックベリー、これでなんか飲み物でも作ろうとしたのかな。それはいただいていく。あ、ここにも人がいる。姉ちゃんミロキニア、まあ、それは知らないよ。だってミロキニアってそもそもさ、自分たちがつけた名前なんじゃないの。変わった格好してる。地球勇者様が現れる。魔物が多く出没する。何か理由があるのでしょうか。大変でしょうね。神のご加護。この世界の神って誰だっけ。誰を信仰しているんだみんな。あれ、これなんか光ってるよ。ユニークスポット、その場所ならではの情報がある。自然と共生する水車、アーリアでは一般的に使用されている手作りの水車。住民にとって欠かすことのできない生活の一部になっている。かつて地球もこんな風景が至るところにあった。え、経験トンゲットしたんだけど。水車を見ただけでレベルが上がった。すごいな。それでその人はどこにいるの。うん、村の中を見てるって。勝手に入ってきたぞ。大丈夫か。完全に不審者だぞ。レナ、ちょっと。勝手に入ってきたぞこいつ。すみません。クロードさん、どうしたんですか。っていうか大体のなんか RPG そうだけどさ、村の中を散歩してたらその家の外にピンポンないよね。そうなんですか、びっくりした。まずかったかな。まあ、普通のその現代を模してる RPG とかはピンポンあったりするけどさ、こういうのは全くピンポンない。まあ、かといってだからピンポンしていちいち家の中入るかって言われたらめんどくさいけどね。この人が今話したクロードさんよ。え、あ、そうなの。どうもどうもクロードさん、私はレナの母親のウェスタです。娘が危ないところを助けていただいたそうで。そんな、別に大したことはしてませんから。いえいえ、もう少しで大変なことになるところでした。いえね、私は前から言ってたんですよ、
危ないからシンゴの森には行くなって。それなのにこの子ったら。もうお母さんたら。そうは言うけどレナ。クロードさん、お待たせしてすみませんでした。もう私の用は済んだので村の中を案内しますね。うん、お願いするよ。じゃあお母さん、行ってきます。もう、はいはい、行ってらっしゃい。お邪魔しました。もう一通り見たぞ。水車もバッチリチェックしたよ。騒がしい母で。宝箱も回収したし。気にすることはないよ。うちの親も似たようなものだから。そうなんですか。うん、それはもうすごいんだ。君にも見せたいくらいだよ。じゃあ行きましょうか。どこへ。いっぱいあんな行くところが。村長さんの家はちょっと正面から行こう。まずはオサに挨拶。アーリア村の村長の家。物知りな方いない。いないって言って入っていくからね。いないのいいこと。お、お手伝いさんがいる。レジス様はサルバまで出かけている。もう少ししないと戻らない。おお、テラスがある。何にもなかったけど。あれ、ここ入ったっけ。ここのうちのお父さんは大工さんなんです。今は隣町で大きな仕事をしているらしくて、家にいないことが多いんですよ。子供たち2人だけで留守番かい。ええ、ちょっとかわいそうですよね。だからできるだけ話し相手をしてあげているんです。優しいんだね、レナは。そんなことはないですよ。もう飯どうしてんだよ。とりあえず飯を回収しよう。いちごジャム、すまんな。レナお姉ちゃん、お父さん仕事、2週間も帰ってきてない。1週間2週間とかあるんだね。今日はちょっと忙しい。子供より目の前のイケメンの方が大切だからね。あ、びっくりマークないやつは話さないでいいや。ここはハーンさんの雑貨屋さんです。みんなの役に立つものを売ってるんですよ。なんだかいい匂いがするね。それはハーブの匂いですね。ハーブ？傷を治したりする薬ですよ。旅の必需品じゃないですか。そうなんだ、ハーブか。初めて知ったよ。知らなかったんですか？うん。よく今まで無事でしたね。売ってくれるの？なんかちなみにお使い。あ、売ってくれる。105円とか。5円の税金取られて、消費税取られてんだけど。リザレクトボトル1000円するんだ。ヒットポイント 60%。 そう、これだからパーセンテージなんだよね。全部回復量とかが鑑定。スーパー特技、何でも鑑定だ。あ、サンダル売ってんじゃん。今俺なに、靴どうしてんの。まあ、一応装備見るけどさ。弱点ダメージ2倍。あ、ここら辺は通常の間ね。裸足だ。まあ見た目なんか履いてるけどね。見た目なんか履いてるけど裸足。強化バトルスキル。なんかポイントとか使うんだっけ。フェイント、あれ、なんかすげえいっぱいあるんだけど。あ、これは別に必殺技ってわけじゃなくて、まあもともとなんか使えるやつか。一定確率で攻撃力が上昇する。連機機構、防御力が上昇する。なるほどね。次はこれ。あ、こいつの家か。ここは最近結婚した新婚さん夫婦の家です。
見ている方が恥ずかしくなるくらい仲がいいんです。そうなんだ。こいつら一日中ずっとイチャついてんのか。用はない。取るものは取った。あとはここの家、家っていうか教会か。ここはアーリアの教会です。村の結婚式とかはここでやるんですよ。とても真面目な神父様がいらっしゃって、いつもみんなの相談に乗ってくださるんです。へえ、立派な人なんだね。はい、みんなとても頼りにしています。いや、結婚式っていうけど村の人口何人いるんだよ。この娘さんだって誰と結婚するのか。彼氏？じゃあ一通り見終わったんで、またレナの家に戻れば大丈夫かな。お母さん、ただいま。お邪魔します。あら、レナ、早かったのね。でもよかったわ。ちょうど今支度が終わったところよ。支度って？お母さん、何この料理の山は。美味しそうでしょ。母さん腕によりをかけて作ったんだから。そうじゃなくて。何、食べないの？あなたを助けてもらったお礼にクロードさんに食べてもらおうと思ったんだけど。得体の知れないものはちょっと食いたくないな。それはわかるけど、多すぎない？そう？若いし、たくさん食べるかなと思って。クロードさん、お腹空いてますよね？まあ、それなりに。ほら、ご覧なさい。男の子はこれくらい食べるものなのよ。クロードさん、たくさん食べてくださいね。はい。お母さんたら。1時間後。もう入らないや。ごちそうさま。無理しないで残してもよかったんですよ。大丈夫ですか？平気平気、僕の胃は丈夫だから。もう、お母さんたら作りすぎよね。でもすごく美味しかったよ。僕の母さんじゃこうはいかないな。お世辞でも嬉しいです。喜んでもらえてよかった。私は下で後片付けを手伝ってきますね。少しの間2階でゆっくりくつろいでいてください。うん、少し休ませてもらうよ。はあ、お腹がいっぱいだ。母さんか。元気にしてるかな。心配してなければいいけど、なんとかして帰る方法を見つけなきゃ。レナ、遅いな。こいつ待ってる、何してたんだ。人の部屋に無断で入るのはまずいわ。今さらかよ。2階にいろって言ってた。え？おばさん。クロードさん、お味はいかがでした？ちょっと量が多かったかしら。そんなことはありませんよ。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。そう、どういたしまして。本当に美味しかった？本当ですよ。本当に本当？本当に本当ですよ。ああ、よかった。勇者様のお口に合わなかったらどうしようとばかり。あの、勇者様って？お母さん、ただいま。どうしよう、レナ。どうしたの、お母さん。そんなに慌てて。だって。だってじゃなくて、どうしたのって聞いてるの。行っちゃった。
何を？勇者様って。言っちゃったの？それでクロードさんは？まだよく分かってないみたいだけど。一体何が起こっているんだ？いいから落ち着きなさい。彼もまだ事態を理解しておらんのじゃろ？クロードさん。あなたがクロードさんですか。初めてお目にかかります。私はこの村の長をしておりますレジスというものです。クロードです。神話の森でレナを助けていただいたそうで感謝しております。いえ。ところでレナから聞いたのですが、旅をしている途中だそうですな。いや、そんな大げさなものでもないですけど。どこへ行かれるおつもりですか？クロス王国、それともラクール大陸ですかな？それは、ここがどこかもわからぬ上に目的もはっきりしない、妙な旅人でございますな。何が言いたいんですか？無礼を承知で申し上げます。クロードさん、あなたは嘘をついていますな。あなたはただの旅人ではありますまい。旅人じゃなかったら何なんです？おそらく異世界のもの、伝説の勇者。旅人というのは世を忍ぶ仮の姿、違いますか？あなたは我々を助けるべく訪れた光の勇者様でございましょう。ちょっと待ってください。何を根拠に？そんな根拠なら、我々の地方の伝承に次のような言葉があります。この地エクスペル、脅威に襲われ民苦しむ時、異国の服をまといし勇者現れ、かの者光の剣を携え人々を救いたもうと。あなたは異国の服をまとい光の剣をお持ちじゃ。これ以上どんな理由をお求めになる？その光の剣なんて僕は持っていませんよ。そんな、私を助けてくれた時にはまばゆい光を放つ武器を使っていたじゃないですか。それはこの人は違うのでしょうか？そんなことない。光の剣に関しては分かります。光の剣ではありませんが、確かにそういう武器を持っています。でもだからといって僕が勇者であるというのは何かの間違いのような気がします。どうしてそんなこと言うんですか？だって本当に勇者じゃないんだ。僕にそんな力はないよ。そもそも何が起きているのかもわからないし、いきなり助けろって言われても。本当に知らないんですか？ソーサリーグローブのことも異変のことも。この村に起きているのではありません。世界全体に異変が起きているのです。本当にご存じないようですな。ご説明いたしましょう。今から3ヶ月前のことです。この村から北西に位置する別の大陸にエル王国という国があります。そのエル王国の領地の一つエルリアの町にある日突然隕石が落下しました。はじめはただの珍しい隕石だと騒がれていただけだったのですが、やがて異変が起こりました。平和だったエル王国に突如多くの魔物の群れが出現し暴れ始めたのです。今までそのようなことは全くありませんでした。その隕石が落ちる前までは関連づけて考える方がおかしいと思いになりますかな。我々は墜落した隕石を魔の石
ソーサリーグローブと呼ぶようになりました。どう考えてもあの石が全ての薬剤の元としか考えられないのですから。ソーサリーグローブが突然降ってきたように、あなたも突然現れた。あの石が全ての薬剤の元なら、それを断ち切ることができるのはあなたしかいない、そう思ったのです。でも僕は今世界に異変が起きつつあります。今までになかったような群発地震、動物たちの魔物か、いずれはこの村にも厄災が降りかかるでしょう。でも僕は、僕にはそんな力はないんです。厄災を引き起こすような隕石を相手にできるわけがない。それではあなたはどこからやってきて、どこへ行こうというのです。それはうまく説明できません。説明しても分かっていただけるかどうか。ただ言えるのは、僕は自分の意思でここに来たのではなく、事故によってここに来たということです。そして何とかして本来いた場所に戻りたい、それだけなんです。漠然としていて分かりにくいですな。でもそうとしか言えません。そうですか。そこまで強硬に否定しなさる以上、あなたのおっしゃることはきっと真実なのでしょう。本当にあなたは光の勇者様ではないのですな。そんな。すみません、結果的に期待を裏切る形になってしまって。いや、こちらが勝手に勘違いしただけです。あなたが気に病むことはありますまい。ごめんなさいね。レナ！しばらくそっとしておいてやってください。あなたを本当に勇者だと信じていたのでしょう。何？そのうち落ち着くと思います。レナ。クロードさん、一つお願いがあるのです。できればこの先、あまり勘違いを受けるような行動は慎んでいただきたい。その光の剣などのことです。先ほどご説明いたした通り、ソーサリーグローブのせいで今人々の心は不安に満ちています。そんな時、伝説と符合する人物が現れたら、少なからず希望を抱いたとしても不思議はありません。レナのように、どうせ叶わぬ望みなら初めから持たぬ方がいい。どうかお願いします。わかりました。気をつけるようにします。ところでクロードさん、これからどうなさるおつもりです？それは正直困っています。いろいろと調べて、なんとか手がかりだけでもわかればとは思っているんですが。それならばこの村にしばらく滞在なさってはいかがですかな。ここでも何かわかるかもしれません。なに、泊まるところなら私の家に泊まればいい。そんな、ご迷惑では。いやいや、構いません。こちらもいろいろとご迷惑をおかけしましたからな。それではお言葉に甘えさせていただきます。物分かりのいい村長だな。てか2倍速にしててもなんか指が痛くなるだけなんだけど。よく眠れましたか？普通のオートにしよう、はい、おかげさまで。村長様は下にいらっしゃいますよ。という感じで、まあ地球からね、地球からじゃないか、惑星ミロキニアから転移してきて、この世界に来て勇者と間違えられたところで、
まあ、今回はここで終了したいと思います。まあ、体験版なんで、まあ、前編後編とかでまとまればいいと思いますけど、まあ、ちょっと分量によっては3話くらいではまとまると思うんで、まあ、ちょっとやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。発売日は11月なんかの最初の方だったような気がします。お疲れ様でした。